可愛い女子中学生たちに罵られるのも悪くない。悪ガキ JC3 人と先生の生意気可愛いラブコメディ、ザーコザコザコザコ先生第3話。はあ、なんだ先生、今日はこっちの日なのか。最悪。今日は料理研究部休みなんだよ。悪かったな。さっきも私たち3人だけ教室で居残り追試させられるし、もしかして私たち先生に狙われてる？やだ。嫌ならテストで赤点取らないでくれ。あれ、誰か俺の赤ペン知らないか？はあ、私たちが知ってるわけないじゃない。あ、ん？ももか、なんか知ってんの？ううん、なんでもないよ。そういえば、先生のペンを拝借した後、ダミーを入れるの忘れてた。先生ごめんね。後でちゃんと入れておくからね。まあ、青のボールペンでもいいか。何するの？ついさっきお前たちがやった追試の採点だよ。まあ、また部活中に関係ないことしてる。お菓子食ってるやつに言われたくないんだが。だって、で、おりゃ、パッキーもうラス1じゃん。最後のパッキー食べたい人？はーい。はい。はい。これは修羅場ですな。地下裁判長、ここは平等にじゃんけんがいいのでは？てか、地下が一番食べてたじゃん。譲りなさいよ。断る。そうだ、普通に食べるのもつまらないしさ、ちょっとゲームしようよ。ゲーム？そう、先生が採点してるそのテストで一番点数が低かった人は罰ゲームとして先生とパッキーゲーム。え？ちょ、何勝手に。あ、もう採点終わった？じゃあ答案回収します。聞け。まあ、ちょっと退屈してたところだし、たまにはこういうスリルもいいかもね。渡らせまで。さっきまで食べたかったパッキーが途端にドブ池に浮かぶ何かの木の枝に見えてきたわ。え、そこまで？でもまあ、二人がやるってんなら付き合ってあげるわよ。やるのかよ。よし、じゃあ決定ね。絶対に負けなくてはならない戦いがここにはある。みんな自分の答案持った？じゃあせーので見せるのよ。せーの。なんだ、言い訳か。お前ら全員後で補習な。はあ、まったく、3人とも他の教科の成績はいいのに、なんでいつも国語だけ。先生の授業なんて真面目にやるわけないじゃん。ねえ。まあ、先生との補習は目当てなんだけどね。それで結局勝負はどうするのよ。ここは他の方法で。よし、知力の次は体力で勝負。腹筋対決だよ。腹筋か。ふにふに。ちょっと、私制服で床に寝転がるなんて嫌よ。それなら大丈夫。これなら制服も汚れないでしょう。危ないから降りなさい。やだ、先生が私の生足見てる。キモい。先生、下着覗かないでください。このロリコン。この光景を誰かに見られたら、なんて説明すればいいんだ。じゃあ始めるよ。回数が一番少なかった人が負けね。つまりみんなより少なければいいわけね。ゼロ回じゃさすがに怪しまれるかもだし、一回くらいはやっとこうかな。それじゃあいくよ。よーい、スタート。一回くらいは、せめて一回。一回。
ダメだ。全然上がらないわ。こりゃダメだ。一回もできないなんて悔しい。大丈夫かこいつら。結局今回も引き分けか。まさか全員ゼロ回とはね。チカちゃんどうするの？そりゃもちろん決着がつくまでいろんな勝負するしかないっしょ。0点。全然決着つかないんだけど。変に長引かせて怪しまれてもまずいし、こうなったら致し方ない。次は確実に決着のつくじゃんけんにしよう。じゃんけん。ルールはどうするの？普通に3人で一斉にやればいいでしょ。いや、トーナメントだよ。は？それもただのトーナメントじゃなくて、勝った人が抜けていく、いわゆる逆トーナメント。まずはモモカとユキでじゃんけんして、負けた方と私がやるよ。私が言い出しっぺだからね。責任持ってシード権を受け入れるよ。これも二人のため。私たち友達だもんね。あー、ありがとう。と、友達を殴りたいと本気で思ったのは生まれて初めてだわ。じゃあ行くよ。いざ尋常に。じゃーん、けーん、ポン。いや、ちょっとな、最悪。ももか一抜け。わーい、やったー。今なら死んでもいいかも。そんなに嫌なのか。人生を諦めるのはまだ早いよ、ユキ。次この私に勝てば先生とのパッキーゲームは回避できるんだからね。そうだ、次も絶対に負けないとは。ユキ、本当に嫌だったらグーを出してね。私はチョキ出すからさ。やられた。これじゃあグーを出さないと私が負けたがっているように見える。ユキは相当先生のことを嫌っているはず。私が言い出したことだしさ、無理しなくてもいいんだよ。これならただの友達思いとして違和感なく誘導できる。先手を打たれたけど、まだよ。その手には乗らないわ。何？そうやって私にグーを出させて自分はパーを出そうって寸法ね。その手には乗らないわよ。いや、違う。この天然娘、こんな時に限って変に深読みしよってからに。全部言ってくれたんだろうけど、ごめんね、チカ。ここは引けないわ。もう小細工はなしにしましょう。でも始める前にこれだけは言わせて。私は初手でパーを出す。だから小細工すんなっての。はい、最初はグー。ちょ、まっ、さすがにチカも素直にパーを出すわけないし、私が勝つためにチョキを出すと考えてチカはグーを出すはずだから、負けるにはじゃんけん。さすがにユキも私が素直にパーを出すとは考えないだろうし、ユキがパーを出そうとする裏を書いて私がチョキを出すことも読んでいるとすると、ユキはグーを出すはずだから負けるには、結局アイコじゃない。もうだから小細工禁止だって。わかったってば。アイコでよかった。いい、次こそ正々堂々やりましょう。ダメだ、こういう駆け引きは苦手だし、ノリと勢いでごまかすしかない。まあまあ、これも余興だって、そうピリピリしないでよ。ユキってば、罰ゲーム嫌すぎてマジになってるじゃん。こうなっては仕方ないか。じゃあ行くよ。じゃんけん、パン。はい、というわけでちゃちゃっと済ませちゃってください。はお前な、
自分で消しかけといて早々に飽きるなよ。飽きてません。ふてくされてるだけです。ほらユキ、罰ゲームなんだからさっさとやる。わかってるわよ、さっさと済ますわよ。キツレ川、ついに先生とパッキーゲームを。緊張でどうにかなりそうだわ。ほら、やばいやばい、先生の顔がこんな近くに。これもう半分恋人よね。ちょっと席入ってるわよね。ダメ、やっぱ恥ずかしすぎて涙が。やっぱりダメだ。え、あれ、ゆずかみ、これ以上はやめよう。どうしたの先生。見ろ、キツレ川が泣くほど嫌がっているじゃないか。え、友達同士のおふざけ程度ならまだしも、相手が本気で嫌がっていることを強要するのはいじめと同じだ。俺は教員としてそれだけは許容できないんだ。悪いが分かってくれ。そうか、私にとってはご褒美だけど、先生のことが嫌いなユキにとっては。嫌いな男とパッキーゲームなんて普通に拷問だよね。私、自分のことばかりでユキの気持ちを考えてなかったな。ごめんねユキ。え、この罰ゲームはやりすぎだったかも。いや、私も気づいてあげられなくってごめんね。そのパッキーゲームはやっぱなしってことで。私のバカ。素直になれない教え子たちに罵られる生意気かわいいラブコメディ、ザーコザコザコザコ先生。コミックス発売中。チャンネル登録とコメントお待ちしてます。